はい、それではですね、選択科目国際司法ということで、この動画ではですね、予備試験の選択科目になる国際司法について、お話をさせていただきたいと思います。まずね、そもそもね、選択科目、どのような観点からね、選んでいけばいいのかというふうなことでね、国際司法に関するね、お話をする前にですね、そういった一般的なお話をね、させていただきたいと思いますけれどもね、基本的にはですね、そのね、予備試験の選択科目の選び方の視点としてはですね、スライドに移してある3点、この興味があるか、それからですね、試験戦略的な観点からどうか、そしてね、実務に出た場合に使うかどうかというふうな、そういった観点から選んでいくことになるでしょうね。で、このうち最も重要なのは、ご自身がね、その科目に興味を持てるかどうかというふうな点です。ただでさえね、試験科目が多い予備試験ですからね、試験科目の勉強なんて片手間になる人が多くなることはね、容易に想像がつくところです。ですのでね、勉強するんであればね、せめて、ご自身がね、勉強していて苦にならないような科目がいいんじゃないかというふうなことでね、その科目について興味を持てるかどうか、これをね、一番の判断基準にしていただきたいなというふうには思います。で、それからですね、この興味を持てるかどうかと同じくらい、ですね、重要になってくるのがね、この試験戦略的な観点ですね。やはりね、どれだけ興味を持っていてもね、予備試験に受からないと話にならないわけですからね、まあ人によってはね、この試験戦略的な観点というふうなものはかなり重要なウェイトを占めることになってくるでしょうね。で、その中でもね、重要なのは、この必要な、ね、勉強量であったりだとか、あるいはね、このね、教材だとか予備校の講座だとかがね、充実しているかどうか、その勉強のしやすさっていうふうな、観点ですね。で、こういった観点からですね、ご自身の可処分時間であったりだとか、というふうなものとね、相談しながらですね、選択科目を決めていくと、こういうふうな、そういった考え方もね、十分あり得るのかな、というふうな、ところにはなってくるところです。あとはね、まあ、そこまで重要視しなくてもいいんでしょうけれどもね、まあ、求められる能力、その科目においてね、求められる能力であったりだとか、それからですね、選択している、その科目をね、選択している受験者の割合、なんていうふうなところからですね、まあ、判断をしていくと、こういうふうなこともあり得るでしょう。まずね、この求められる能力というふうなところなんですけれどもね、まあ科目によってですね、例えば当てはめがね、ものすごく多いと当てはめ勝負だっていうふうな科目もあればですね、当てはめはそこまでもない。そのね、抽象論がね、メインになってくるんだよっていうような、そういう科目もあったりします。なのでね、そういったところでね、その求められる能力というふうなところがですね、少し違ってくるというふうなこともあるのでね、そういったところからですね、どの科目にするのかっていうようなところを判断していくということもね、あるでしょうね。あとはですね、このね、その科目を選択している受験者の割合というふうなことでね、その受験者の割合が大きければですね、その勉強仲間というふうなものも見つけやすいというふうなこともあるでしょうからね、そういった観点から勉強がしやすくなるというふうなこともあるんじゃないかとは思います。とはいえですね、やはり、その受かるか受からないかっていうようなところにね、直結してくるのはね、その学習量であったりだとかね、あとはね、その勉強のしやすさっていうようなところになってこようかと思いますからね、まずはね、このね、上2点ですね、こちらを重要視していただければなというふうには思います。まあ、求められる能力なんてね、結局はですね、予備試験、司法試験ね、当てはめにせよですね、その理論的な、ね、抽象論の部分についてもですね、結局はね、求められてくるわけですからね、他の科目でね。ですからね、そのね、結局はね、どの能力も必要になってくるわけですから、そこまでね、重要視しなくてもいいというふうなところにはね、なってくるところです。それから3点目、実務に出た場合に使うかどうかというふうなお話なんですけれども、こちらについてもですね、ほぼほぼ重要視しなくてもいいのかなというふうには個人的には考えているところです。で、まあ、このね、実務に出たらですね、本来ね、受験生であれば、その、半年とかね、1年間かけて、勉強するような法律を実務のね、現場ではね、3日とか1週間とかでね、全部頭に叩き込まなければいけないなんていうふうな場面は、ざらにあるわけですよ。ですからね、結局ね、実務にね、出たら、どの科目もね、まあ、どの科目持っていたらね、語弊はあるかもしれないですけれども、ほとんどの科目についてはですね、結局ね、実務に出たら使うことが多いと思います。まあ、全体をね、体系的に学習できる場っていうのはそうそうないのかもしれないですけれども、それでもですね、どの科目についてもね、絶対顔は出してくるものになってきますからね、結局ね、まあ、実務に出た場合には、どの科目もね、使う可能性が大いにあるんだよっていうような観点からすればですね、別にね、結局勉強することになるわけなんで、実務に出た場合に使うかどうかっていうふうなところはですね、そんなにね、大きな判断基準にはね、ならないだろうっていうふうなところですね。
各いう私もですね、国際司法とかね、知的財産法とか租税法とかアガルドでね担当させていただいているんですけれども、司法試験との関係では倒産法をね選択していたり、していますからね。で実務に、出た後にですね、知財とか、国際司法とかね、租税法だとかその辺のね案件なんていうふうなものをですね、担当しているうちにですね、自然と身についてきたっていうふうなものにはね、なってくるところですからね。なのでね、結局ね、実務に出た場合にね、使うかどうかっていうようなところは本当にね、どうでもいいっちゃ、どうでもいいものにはなってくるところです。そういった意味でね、結局ね、どの科目も使うんで、今現時点でね、そのね、興味があるかどうかっていうふうなところをですね、メインとして選択をしていただければいいんじゃないかなというふうには思うところです。じゃあこういった観点からですね、じゃあ国際司法というふうな科目を眺めてみたときに、どういうふうな特色を持っているのか、その国際司法というようなものがね、どういった科目なのかというふうなことをですね、簡単にご紹介していきたいと思います。でまずそもそもね、この国際司法に興味を持てるかどうか、これをね、判断するにあたってはですね、国際司法っていうふうなものが一体どういうふうな科目なのか、これを知らなければいけないわけですよね。で国際司法というふうなものはですね、ざっくりと言えば国をまたぐ紛争なんかがね、法律問題なんかがね生じた時にですね、本当にね、協議の国際司法というふうな観点から言えば、一体どの国の法律を用いてその法律問題紛争を解決していくのか、その判断基準となる法律のことを国際司法というふうに言うんですね。そのね、判断基準となるね、法律のことをね、準拠法なんていうふうに言っていたりするんですけれども、そのね、準拠法って、ここにもね、出てきていますけれどもね、準拠法というふうなもの。それがね、そのね、ある法律問題について、どの国の法律をね、どの地域の法律を適用して、その問題を解決していくのか。そのね、法律の選び方に関するルールのことを国際司法っていうふうに言っていきます。国際司法あるいは定職法なんていうふうに言ったりすることもね、あったりするんですけれども、国際司法なんていうふうに、言っていきます。でこの国際司法ね、そのね、国際ってついてるから国際法のようなねイメージを持つんですけれども、これはね国内法です。日本の法律です。もちろんね、その緑の枠の中にね、ウィーン売買条約とかそういった条約なんていうふうなものが出てくるというようなこともあるんですけれども、基本的にはね、ほぼほぼが国内法、日本の法律の勉強です。そのね、日本の法律に従ってどの国の法律をその問題にね、適用していくのかを決めていくというふうな、その作業ですね、準拠法の選択なんていうふうに言っていたりするんですけれども、準拠法の選択、準拠法の決定なんていうふうに言ったりするんですけれども、それをしていくのがこの国際司法というふうな分野のね、一大分野になってきます。で、それからですね、そういった準拠法、一体ね、どの国の法律に従って、その問題を解決していくのか、それをね、決めるためのルール。これがね、国際司法というようなものになってきて、これがね、半分以上を占めてくることになるんですけれども、もう一つ大きなその国際司法の分野としてはですね、国際裁判管轄というふうな分野があります。国際裁判管轄。これはどういったものになってくるかというと、そのね、国際的な法律問題。国際的な法律問題に関する裁判を日本の裁判所ですることができるのかどうなのか、そこを判断していくのがですね、国際裁判管轄というふうな分野のお話になってきます。でそれに関してはですね、このね、日本の民事訴訟法であったりだとか、そのね、3条の2とか3条の12っていうふうなところで、条文数極めて少ないんですけれどもね、そういったところから判断をしていく。あるいはね、離婚とかそういったものになってくるとですね、人事訴訟法というふうなものがね、関連してきたりだとか、あるいはね、家事事件手続き法なんていうふうなものがですね、関連してくることなんかもあったりします。そういった形でですね、そのね、あるその国際的な法律問題について、ですね、紛争を生じたときに、その日本の裁判所で裁判をすることができるのかどうなのか、その、ね、国際裁判管轄というふうなものに関して勉強もしていきますよというふうなことですね。ですからこの国際司法というふうな科目についてはですね、ざっくりと2本柱なんです。で、本当に半分以上占めるのがですね、その準拠法というふうな、一体どの国の法律を適用してその法律問題を解決していくのか、そのルールに関するお勉強。日本の法律としてはですね、法の適用に関する通則法というふうな法律があります。
で、全部で43条しかないような、法律なんですけれどもね、その中でもですね、1条から3条は使いませんのでね、4条から43条までの規定を勉強していくというふうなものになってきて、条文数極めて少ないです。まあ、他にもですね、まあ、試験ではあんまり出てこないんだけれども、遺言の方式の準拠法に関する法律とかね、扶養義務の準拠法に関する法律だとか、全8条のね、それぞれ全8条のね、ほんとコンパクトな法律なんかもね、勉強していったりはします。そういったね、準拠法の選択というふうな一つの分野。で、それからね、国際裁判管轄っていうふうな民訴法、人訴法、家事事件手続き法っていうふうな、法律について、勉強していくというふうな、この二つの分野ですね。これがまあメインとなってきます。あとはですね、そのね、ちょっと特殊な場面で、そのね、国際取引に関してですね、条約がね、適用されてくるなんていう風な場面なんかもあってですね、そういった時にはですね、このね、国際物品売買条約、まあ、ウィーン売買条約とかね、CISG なんていう風にね、言われたりもするんですけれども、そういった条文についてもですね、簡単にいい勉強はしていくという風なこともね、あったりはします。で、こういったことをやるのがね、この国際司法というふうな科目になってくるんですけれども、そういった分野にね、興味を持てるかどうかというふうなところですけれどもね。まあね、近年ね、その国際的な取引ね、数多く行われているところなのでね、そういった取引を行うにあたってはですね、やはりこの国際司法というふうな分野についての知見はですね、不可欠になってくるところです。例えばね、これからね、海外の企業とね、取引を開始しようとなった時にですね、その取引に関して、このままね、何のね、取り決めもしなければ、一体どの国の法律が適用されるんだろうかと。日本の法律なんだろうか、それともね、アメリカはカリフォルニア州の法律なんだろうか、どの国の法律がね、適用されてくるんだろうか、そこをですね、しっかりと判断していかなければね、いけませんというふうなところがね、前提としてあるわけです。じゃないとね、そのね、そのね、仮にね、日本じゃないっていう風なね、国のね、法律が適用されるとなった時にですね、その予測可能性という風なものがね、ちょっとね、不明確になっちゃいますからね、その取引についてね、一体どの国のね、どういう内容の規定がね、適用されてくるのかと、こういう風なところがね、わからないので、契約書についてもですね、一体どういう風な、ね、条項を盛り込めば、ね、そういった手当てがね、できるのかという風なところがね、ちょっとわからないというようなところもあったりするのでね、しっかりと、このね、準拠法をね、下調べした上でですね、どの国の法律を、ね、準拠法として選択していくのか、あるいは、ね、その契約書に、ね、どういった、ね、手当を、ね、していくのかというふうなことを、ね、判断する材料に、ね、なってきますので、ね、まず大前提としてこの、ね、準拠法というふうなものをです、ね、しっかりと考えていくとこういうふうな作業をしなければ、その、ね、安全でリスクの、ね、低いような取引をです、ね、することができないとこういうふうなことに、ね、なってきてしまいます。で、そういった、ね、話を聞くと、まあ、いわゆるその企業法務というふうな分野でしかこの国際司法出てこないんじゃないかというふうにも思われるかもしれないんですけれども、そうではありません。近年ね、そのね、まあ、外国人の方々とのですね、まあ、結婚であったりだとか、まあ、そういった、ね、国際的な家族関係に関してですね、まあ、結構ね、やはりね、近年ね、増加しているというふうな傾向にありますけれどもね、そういった、ね、例えばその国際結婚をしたんだけれども、離婚しますよというふうな場面になってきたときにですね、その離婚に関する法律問題、まあ、財産分与であったりだとかね、慰謝料の請求だとか、いろいろあったりするわけなんですけれども、一体どの国の法律をね、適用すればいいんだろうかというふうなところ、そういった場面でもですね、やはりその国際司法、このね、通則法というふうな条文なんかがね、出てきたりします。あるいはね、日本で長年暮らしてきた方がね、亡くなってしまいましたと。で、亡くなったらですね、相続というふうなものが開始されるんだけれども、その非相続人の方の国籍が日本じゃないと。なった時にですね、基本的にはですね、その亡くなった方の国籍がね、置かれているその国の法律に従って相続問題ね、解決していくことになるんですけれども、そういったね、長年日本で暮らしてきたんだけれども、ね、亡くなっちゃったと、日本で亡くなっちゃったんだけれども、その相続問題ね、しっかりとね、対応するためにはですね、その、ね、本国っていうふうな、そのね、国籍を持っている国のですね、法律を調べなければいけないとかっていうふうなことなんかもね、出てきたりするのでね、そういった観点からですね、この国際司法というふうなものね、しっかりと勉強しておかないとですね、例えばね、何も知らずにね、日本の、ね、相続法でね、処理をしちゃったとかっていうふうなお話になってくると、弁護過去とかにもね、なりかねませんからね。
そういった観点からすればですね、この国際司法というふうなもので、ね、前提知識として持っているかどうかによってですね、だいぶね、差はね、生じてきてしまうんじゃないかなというふうなところですね。本当にね、この国際司法を知らないまま、この国際的なね、法律問題を処理しようとしてしまうとですね、弁護過誤とかね、生じやすいというふうなところになってきてしまうのでね、そういった観点からするとですね、この国際司法というふうなものをね、この受験段階から勉強しておくというふうなものはね、大変有意義なものであるかと思います。結構ね、そのね、よくよく顔を出してくるものなんだけれども、みんなね、マークしてませんからね、この国際司法というふうなところね。まあ、企業法務の方々であればですね、経験のあるね、ベテランの弁護士の先生方がですね、しっかりと、ね、指摘してくれたりすると思うんですけれども、そうじゃない限りはですね、この国際司法ね、結構見過ごされがちになってしまうのでね、そういった弁護過誤とかをね、生じさせたくないというような観点からすれば、この国際司法ね、あらかじめ勉強しておくというようなこともですね、非常にいいんじゃないかと思います。で、この国際司法ではですね、まあ前提となる必要知識というふうなものもですね、そんなに多くなくってですね、まあ民法とか民訴のね、本当に基本的な部分の知識があれば、それで十分です。民法に関してもですね、これは本当に条文上のね、メインとなってくるね、本当にね、誰でも知ってるようなその条文について知ってくれていればね、それで十分だと。こういうふうなところと、あとはね、ちょっとね、家族法分野のですね、民法のね、条文知識というふうなものは必要になってくるんだけれども、逆にね、この国際司法を勉強することによって、そのね、親族相続に関するね、条文の知識というふうなものを身につけることができて、そのね、予備試験のね、担当式試験の対策になってくるとかね、そういったこともね、あり得るところですというふうなところではありますかね。あとはね、その国際司法ね、実務に出た場合に使うかというふうなことで、ね、まあ先ほどからね、何度も言ってますけれどもね、まあその取引をね、するときですね、取引に関する準拠法をね、まあ調査選択していくなんていうふうなこともね、あったりしますし、いざね、その紛争がね、発生してしまったというふうなときに、そもそもね、その海外企業に対して国内でね、国内の裁判所でね、裁判することがね、できるんだろうかというふうなこと、これをね、まあ検討してみたり、あるいはね、その紛争についてね、その紛争解決基準としてどの国の法律が使われるのかというふうな、その準拠法ですね、その調査検討というふうなものをですね、していくというふうなこともですね、往々にしてあるわけですね。あとはそのね、国際家事事件、まあ離婚だとか相続だとかね、まあそれに限られるものではないんですけれども、そういったものに関するね、まあ助言であったりだとか、あるいはね、そのね、まあ助言にとどまらずですね、遺産分割とかしていったりとかっていうようなことなんかもね、あったりしますけれども、いろんな場面でですね、この国際司法というふうなものはね、顔を出してきがちです。まあ、私自身としてもですね、私は企業法務と町弁と両方をね、やっているみたいな感じではあるんですけれども、幾度となくですね、この国際司法というふうなものを、まあ、国際裁判管轄の場面でもそうだし、準拠法というふうなものをね、判断するというふうな段階でも、ね、そうですし、まあ、いろんな場面でね、この国際司法というふうなものはですね、顔を出してくることになってきてですね、受験生時代からにやっといてもよかったな、なんていうふうにはね、思っているところですね。まあ、恥ずかしながらね、実務に出てから初めてこの国際司法というふうなものの存在をですね、私はね、知ったわけなんですけれどもね、これをね、知らないで生きてきたというのはですね、なかなか怖いなっていうふうなところがね、正直ありましたね。最初にね、この国際司法が絡んでくるような案件をね、担当した時にはね、まあ、そういった意味からでもですね、この国際司法というふうな科目学んでおいてね、損は絶対にないというふうなところがね、あります。それからですね、試験戦略的な観点からもですね、この国際司法というふうなものを分析させていただきたいと思うんですけれどもね、なんといってもですね、学習量がね、極めて少ないです、国際司法。本当にね、やることが少ないです。条文数は少ない、判例も少ない、学習量が本当に少ないというのがこの国際司法というふうな科目ですね。まあ、条文数ですけれどもね、先ほどね、前のスライドで出てきた、このスライドでね、出てきたものなんですけれどもね、メインとなってくるのがこの太字になっているものですね。まあ、法の適用に関する通則法。まあ、たった40条しかない。それから民訴法ですね。まあ、これもね、ほんと10条ちょっとぐらいしかない。で、それからですね、まあ、この、ね、ウィーン売買条約というふうなもの、これはですね、条文数結構あるんですけれども、これはね、本当にね、条文を引くだけでいいっていうふうなものがあって、解釈問題とか何か聞かれるようなものでもありませんからね。ですからね、これはね、もう現場で、条文探してくれればそれだけでいいというふうなもの、しかもね、出てくる条文っていうのは大体決まっているというふうなところがあるので、なのでね、このウィーン売買条約、ちょっとね、条文数多いんだけれども、別にね、これについて、何かがっつりと勉強しなければいけないというふうなものではなくって、さらっと目を通しておくだけで、対応できてしまうというふうな、そういった分野にはなってきてしまいます。
あとはね、あんまり、まあ、出てこないんですけれども、遺言の方式の準拠法に関する法律がね、扶養義務の準拠法に関する法律がそれぞれね、8条ずつしかないっていうふうなところもあるんでね。うん、あとはまあ最近ね、その人事訴訟法、家事事件手続き法というふうなところについて、その国際裁判管轄というふうなものに関するね、条文が、新設されているんですけれどもね、まあこれもですね、そこまで難しいお話ではありませんからね、本当にね、条文数少ないです。でそれからですね、判例もそのね、最高裁判例っていうふうな観点からすればですね、判例は極めて少ない分野になっていきます。まあそもそもね、法の適用に関する通則法というふうな、その法律自体ね、まあ平成18年ぐらいですかね、からの、ね、新しい法律にはね、なってきますし、それからね、国際裁判管轄、民事訴訟法ですらね、平成24年からかな、施行されているというふうな、そういったかなり新しい分野なのでね、そういった観点からも、そういった判例というふうなものはですね、ちょっとね、少なめなんですね。まあそういった意味から学習量が極めて少ないのが、この国際司法というふうなものになってきます。で、そしてですね、この国際司法なんですけれども、従来ね、その司法試験では、その予備試験ルートからですね、その司法試験を受けようとする人たちがですね、この国際司法を選ぶというふうなことが結構多かったんですね。まあ、そのね、学習量が少ないからね、その予備試験受け終わった後、司法試験までの間にですね、手取り早くですね、その合格に必要な知識をね、身につけようと思ったらね、この国際司法というふうなものがね、なかなかいいじゃないかというふうなことにですね、だんだんみんな気づき始めてですね、この国際司法というふうな科目がですね、かなりいいね、人気になっていた時期があったんですね。まあそのね、平成24年ぐらいからですかね、なんですけれども、かなりね、その国際司法はね、本当に、学習量が少ないので、かなり、ね、多くの人たちが選択していたというふうな時代があって、それもあってですね、基本書だとか演習書だとかね、予備校の講座なんかはですね、充実しているなというふうな、ところではあります。もう決まりきったね、基本書だとかね、演習書だとかっていうようなものがありますのでね。なのでね、まあ、勉強はかなりしやすい科目でもあります。でまたね、その勉強のしやすさというふうな観点からですね、この国際司法というふうな科目、思考のプロセス、まあ、ニアリーイコール、まあ、答案の書き方でもあるんですけれども、これがね、ほぼほぼ決まっています。なのでね、そういった、ね、思考プロセス、答案の書き方にですね、機械的にね、当てはめていけばですね、その国際司法の答案っていうふうなものがね、出来上がってしまうんですね、ほぼほぼね。まあ、機械的にって言ったらね、これもう語弊があるんですけれども、でも本当にね、機械的に当てはめるだけでもね、一応ね、合格答案にはね、なってしまうというふうなものがね、この国際司法というふうな、科目になってきてしまうんですね。なのでね、そういった意味からもかなりね、勉強はしやすいし、答案も書きやすいというふうな、科目になってきてしまいます。一回ね、その思考プロセスを抑えてしまえばですね、どんな問題が出てこようがですね、そのプロセスにね、準拠しながらですね、答案書き進めればね、一応の合格答案が、ね、出来上がってしまうんですよね、曲がりなりにもですね。まあそういったところからですね、その合格答案を書きやすい、勉強しやすいっていうふうな科目でもあります。それがね、まあ国際司法というふうなものに、ね、なってくるんですね。でこの国際司法のね、すごいところはですね、何かね、その論点というふうなものがたくさんあるわけでもないです。まあ、いくつかはもちろんあるんですよ。で、その論点というようなものいくつもあるんですけれども、ただね、試験として問われてくるのは基本的にはね、その条文への単純な当てはめです。条文への単純な当てはめ。これがもうメインになってきます。うん。本当にね、条文数少ない上に、その条文へのね、単純な当てはめをね、していただければですね、それで基本的にはね、解決することができるような問題ばっかり出してくるんですよね。まあ、もちろんね、その判例とかがね、絡んでくるような部分もね、あるわけなんですけれども、基本的にはね、その条文への単純な当てはめ、それが求められています。で、そういったものなのでね、ちょっとね、国際司法、他のね、科目とはね、違っている部分がありまして、それはね、条文の趣旨。この条文の趣旨の記載が求められます。まあ、条文の趣旨、他の科目でも、ね、書くじゃないかというふうにね、思われるかと思うんですけれども、他の科目でね、条文の趣旨を書く場面っていうのは、どういった場面かっていうと、法解釈をする場面ですよね。その法律の解釈をする場面に、条文の趣旨に遡って、条文の趣旨を記述していく。まあ、いわばね、そのね、解釈の理由付けのね、一つのツールとして、そのね、条文の趣旨というふうなものを用いるというふうなことはしていくわけじゃないですか。ところがね、国際司法ではその条文の紹介、解釈でも何でもなくって、そのね、条文の紹介をする場面で、こうこう、こういう趣旨からこういう条文が置かれているんですっていうふうなことをですね、答案に書いていくんですね。
で、そういった条文の趣旨をね、必ずしもね、書く必要はないんだけれども、その条文の趣旨を書くと加点されていきます。これはもう採点実感にもね、書かれていることなんですね、明確にね。ですからね、ちょっと他の科目とは違って、この条文の趣旨というふうなものをですね、かなり重視していかなければいけないというふうなところではあるんですけれども、いかんせん条文の数がですね、もともと少ないので、この条文の趣旨をね、しっかりと全部記憶するというふうなことの負担もですね、そこまで大きくはない、むしろ小さいというふうな、ところになってきます。まあ、そこがね、ちょっとね、他の科目と違っているところかなというふうなところではあるんですけれども、まあ、条文の趣旨さえね、抑えてしまえばですね、それだけで加点もらえるわけですからね、非常に楽ですよね。勉強しやすいというふうなところがあります。でそれから、ね、まあ、試験の傾向ね、まあ、そのね、まあ、条文へのね、単純な当てはめがね、まあ、ほぼほぼではあるんだけれども、その論点的な意味でね、まあ、理論的なね、面ですね、そのね、条文がね、そもそも少ないのでね、理論的な面で補っていかなければいけないなんていうような部分があったり、解釈で補っていかなければいけないっていうような部分があるんですけれども、まあ、そういった、ね、その解釈で補わなければいけない、その理論的な部分ですね、これがね、問われることは多いです、やっぱり。で、多いのでね、そのね、まあ、理論的な部分がですね、まあ、メインになってくるんだけれども、まあ、ごくまれにですね、丁寧な当てはめまでね、求められる問題もあります。ただね、当てはめメインというよりかはね、理論面がメインの科目だよというふうなところにはね、なってくるところですね。そしてね、そのね、理論面の部分なんだけれども、まあ、そもそもね、判例が少ないというふうなところがあるのでね、その、まあ、学説というふうなものがね、かなりのウェイトを占めてくるというふうなところがあります。なのでね、このね、まあ、判例だけではなくてね、まあ、判例がない分野がですね、結構あるのでね、反対説までね、含んで、ね、まあ、学説をね、学習していこうというふうな、そういった、ね、ことが求められてくる部分ですね。自説だけではなくて、反対説まで押さえておくことによって加点を狙っていくというふうな、そういうスタイルの科目になってきます。なのでね、まあ論点自体そこまで多いものではないのでね、この反対説までね、含めて抑えるっていうようなところもそこまで苦ではないんだけれどもね、他の科目ではね、しないというような、その条文の趣旨をね、全部ね、まあ、趣旨はね、覚えるかもしれないけれどもね、条文の趣旨をね、記載していくだとかね、逐一ね、それからね、まあ反対説までね、示しながらね、論点ね、論じていくんだよっていうふうなこと、まあこのあたりはですね、他の科目とはね、違った作業になってくるんですけれども、まあそういったところがね、苦じゃなければですね、まあ学習量もね、極めて少ないのでね、国際司法というふうな科目、おすすめです。で、この国際司法についてですね、じゃあ上がルートではどういった形でね、勉強していくのかなというふうなところですね、まあお話ししていきますけれども、まずインプットの講義ですね、総合講義なんですけれども、その特徴としてはね、まあ170ページ、約20時間、まあ20時間もないくらいなんですけれども、もう非常にコンパクトな、ね、教材講義になっているところです。なのでね、時間がないというふうな受験生の方々にはですね、特におすすめのね、科目になってくるかなというふうな、ところです。でそしてその総合講義の内容なんですけれども、まあ、これはもちろんのことなんですけれど、当然のことなんですけれどもね、まあ、全ての過去問、出題、趣旨、ヒアリング、採点実感を、ね、徹底的に分析した上で、定評のある基本書だとか、判例集の、ね、信頼できる文献に基づいて作成していますというふうなところ。でそれからね、まあ、試験対策上必要と思われる判例について、まあ、必要に応じてね、判決原文なんかを引用しながら、網羅的に解説していますと。いやそれがね、まあ、これは私の、ね、講義の特徴なんでしょうけれども、図表なんかをね、掲載したスライドを用いて講義をしていきますというふうな、ところですね。まあ、あとはね、もう総合講義の段階からですね、その答案の書き方というふうなところはね、意識した、お話をね、させていただきますのでね、この総合講義というふうなものをね、受講していただければね、一応ね、その答案というふうなものをね、書くことができるような形にはね、なっているというふうには言えるでしょう。それからですね、アグルトのこと、過去問の講座ですね。これは、その、司法試験の過去問というものがね、まずはメインになってくるわけなんですけれども、まあ、当然ね、その出題趣旨なんかをね、徹底的にね、解析した上でね、まあ、正確、かつコンパクトな解説、そしてベストな回答例をですね、まあ、お示ししています、というふうなところですね。で、1年分約1時間で正確に消化していきます、というふうなところですね。まあ、当然ね、他の科目もこれはそうなんですけれども、出題趣旨、採点時間、ヒアリング、掲載していますと。で、それからですね、国際司法はね、まあ、何度かね、大きな改正があったんですけれどもね、その、ね、法改正にもね、すべて対応していますよというふうな、そういったものになっています。それから論証集ですね、最後、こちらについてもね、ご用意させていただいているんですけれども、まあ、約6時間というふうな短時間で重要論点の、ね、論証をスピーディーに総ざらいしていきますというふうな、ところですね。で、その論証なんですけれどもね、まあ、判例だけではなくってね、そのね、有力な学説の立場に従った、ね、講師、書き下ろしのね、まあ、論証ですよというふうなことで、まあ、その中にはですね、まあ、反対説への、ね、言及なんかもあったりしますし、あるいはね、その当てはめがね、求められそうな論点に関してはですね、その当てはめの、ね、中でね、考慮するべき事情なん
っていうようなものについてもね、逐一言及はさせていただいているところです。でそれからですね、まあ、特徴的なのがですね、先ほど国際司法ね、その条文の趣旨が大事だというふうに申し上げたんですけれどもね、試験で書くことになってくるその条文の趣旨ですね、そのね、先ほど紹介したそのね、いろんな法律あったと思うんですけれども、その法律のですね、その国際司法が絡んでくる部分の条文すべてのね、趣旨を網羅的にね、掲載させていただいております。なのでね、その書書に載ってあるね、趣旨をね、ひたすらに覚えていただければですね、とりあえず大丈夫っていうようなところが、ありまして、あとはですね、その、ね、この論書書の使い方についてはですね、その答案の書き方というふうなところにもですね、配慮していますのでね、冒頭にその答案の書き方ですね、国際司法の答案の書き方なんていうふうなものもですね、置いていますのでですね、その答案の書き方とこの条文の趣旨というふうなものをですね、しっかりと頭に叩き込んでいただいて、論書を覚えていただければですね、とりあえず対応できるみたいな、そういった、ものにはね、なっているところですね。皆さんに、これまでですね、このアガルトの国際司法ですね、受講していただいてき、ていたんですけれどもね、それが予備試験の選択科目になってきたというふうなところになってくるのでね、それをね、皆さんに、ね、引き続きご利用いただければなというふうに思っているところです。で、こういった形のですね、科目になってくるんですけれども、本当にね、学習量が少ないのでね、この国際司法というふうな科目、まあ、ご興味をね、持つことができそうだというふうなことであればですね、ぜひとも選択をしてみてですね、少しでもですね、その選択科目のね、学習量というふうなもののね、負担をですね、小さくしながらですね、予備試験の合格を勝ち取っていただきたいと思います。